皆様こんにちは。今日はですね、こちらのようなグリーンの爽やかな寄せ植えアレンジをご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは単品紹介、こちらですけれどもさせていただきますね。今回ですね、メインになってきますのがこちらのウンベラータですね。とても長いステムですけれども、こちらをカットして使っていく形になります。長いので装飾に向くかなと思いますけれども、今回はですね、ご自宅にも飾れるぐらいの感じで、こちらはですねカットして中に入れていくというようなイメージです。で、ここにはですね、こちらのような、ですね、スイカペペだとか、あとはグリーン類ですね、いくつかブッシュになったものをご用意してますね。こちらですね、あらかじめこちらはですね、1/2にカットをしていますね。で、こちらがグリーンの材料になります。器の方なんですけれども、こちらちょっと丼型みたいな形になってますけれども、こちらの中にですね、ちょっとモダンな感じのイメージなんですけれども、ちょっと重さが足りないかなっていうところで砂袋を用意しています。重さはですね、少し入れてあげて、作られるアレンジの大きさに合わせてですね、必要な重さを少し用意されるといいかなというところですね。で、中にですね、スチロールをセットしていきます。スチロールなんですけれども、こちらはですね、カッターナイフで周りをカットして、四角でもいいんですけれども、今回はですね、この中にはまるような形で丸くセットをしてきてますね。こんな感じのイメージになります。で、普段ですと木工用ボンドですね、こちらの中に入れてあるんですけれども、こちらを使いながらですね、この周りにボンドをしっかりと貼り付けて1日ぐらいすると固定されますので、それでしっかりと固定をしてアレンジをしていきます。でですね、まあ、正方形でもいいんですけれども、その時にはですね、この周りのところが空いてたりとかすると砂がこぼれてきてしまったりとか、そういったこともありますので、しっかりと先にモスを貼り付けるとか、ベースを隠しておかれるといいと思います。今回はですね、そのままブッシュを刺していきますので少し邪魔になるので、まあ、今回は省略させていただきました。あとはですね、コストダウンというところでは、こちらはですね、ベースの部分なんですけれども、グリーン色に塗ってもいいかもしれませんね。そうすると少し目立ちにくくなりますので、少しぐらい隙間があっても下の下地が見えないというような形です。では早速刺していきますけれども、少しですね、ブッシュ類を広げながらですね、先端を切り刺しやすいようにカットして留めていってもいいんですけれどもね、こんな感じで刺していきます。ちょっと刺しづらいなという時には、穴を開けてですね、刺していくと楽に入っていきますね。いろんな種類のグリーンがありますので、足元ですね、隠れるような感じで少しずつですね、飛び出しがあるものだったりとか、ちょっと面が広いものだったりとか、そういうような、変化を楽しみながらですね、足元を順番にしていきます。雪の下ですけれども、こちらはねつる性のものの感じになってますので、ワイヤーがしっかりと入っていて、自由自在に向きが変わっていきますね。表面は少し白っぽい感じになってるんですけれども、裏がグリーンが少し強めの感じの生地になってますね。ちょっと両面楽しめるというところでは面白い感じになってるんじゃないかなというふうに思います。面的な葉っぱになってますので、少しですね、パッとしてI'm going to go ahead and do it.
たりするところが綺麗に整えて入れておかれるといいかなというふうに思います。でそちらのプッシュもですね、広がりがあるものですけれども、ちょっと先端が太いので、まあ、ここを落としてしまってもいいんですけれども、今回はそのまま入れておきますね。穴も大きめに開けてですね、刺す形になりますけれども、ここもですね、しっかりともこういうボンドをつけて刺していくという形になりますけれども、という形付けをしていきますね。ワイヤーのこちらもしっかりと入っていますので、上げながらですね、ニュアンスを出していきます。ちょっと下に長く伸びていくようなものは絡ませながらですね、
なかなかこうグリーンを1本仕立て上げるのが大変だとは思うんですけれども、このような感じでアレンジ感覚でですね仕立ててあげてもちょっと面白い感覚のものが出来上がるんじゃないかなと思って、今回はこんな形に仕上げてきましたけれども、この下の部分だけだったらよくある形だとは思うんですけれども、まあ、あえてちょっと観光植物みたいにグリーンを仕立ててあげたっていう、そこですね。ちょっと今までとは違うといいますか、違う味付けができたんじゃないかなというふうに思いますけれども、なかなか立たせるときが大変なときは、この横にですね少し支えを見えない程度のところで支えをして固定してあげてもいいかもしれません。その今回はそんなに高さもないので、こんな感じで仕上げをさせていただきますけれども、最後にですねどの角度から見ても丸く見えるような感じでグリーンを整えて、あまり引きずるようなところは中に少し折り曲げて、ワイヤーがしっかり入っているので、そのあたりは整えやすいかなというふうに思います。ただですね、ベースの部分がしっかりと固定してない状態ですので少し回りやすいですけれども、本来だったら温度が乾いてからの作業になりますので、しっかり固定ができると思います。それではですね、こちらで完成になります。ちょっと涼しげなアレンジが出来上がりました。皆さんもぜひ試してみてください。今日もどうもありがとうございました。